幌出身のアマチュアボクサー今野かなえさん。去年の全日本選手権で3位に入った実力者です。ボクシングの練習は週どれくらいされてるんですか？ジムは木曜日休みなのであとは毎日来てます。週6日週6回です、はい。でもお仕事もされてるんですか？仕事終わった後に家帰ってちょちょっと言ってくるっていう。今野さんの職業、それは小学校の教師です。この春大学を卒業し4年生の担任に。子どもたちともすっかり打ち解けました。生徒思いで優しい先生です。で先生もやってて、で全国大会すごいと思う。1年目の今、仕事は慣れないことばかり。ボクサーとの両立も思うようにはいきません。最近ちょっと忙しくて練習結構遅い時間になっちゃってたので、たまに朝眠い時はあるんですけど、学校に行くとあれだけ元気な子たちがもう朝からずっと元気なので、一気に私も元気になりますね。幼い頃は内気な女の子、空手の指導員だった母が少しでも積極的になればと今野さんを空手道場に通わせます。教室の中にずっといてこうシーンとしてる感じだったんですけど、全部のことにこう前向きになれるというか、何でもこう前に出て前に出て発表するしたりとか。やり始めたらとことん突き詰める今野さん、稽古を続けた結果世界大会で優勝するほどの実力に。ボクシングを始めたのも空手をさらに極めるためでした。しかし空手は寸止めなんですよね。ボクシングはもうがっつり当てなきゃダメなので、ちょんって当てられるだけでも最初怖くて、あーもうやだってなってましたね。そんな恐怖心をなくしてくれたのが北川織江さん。去年の全日本選手権で準優勝に輝いた憧れの先輩です。女性が試合に出ているっていうのを見てて、やっぱりかっこいいなと思って、だん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 こう練習に参加する感じになりました。北川さんの存在は大きかった。大きかったです。いないと試合に出始めてないと思うので、はい。彼女はすごいメンタル持ってて、私よりは全然強くなる要素が、そういう気持ちの面でもあると思うので、今年は優勝してほしいです。8月、全日本選手権への出場をかけた予選が行われました。今野さんの階級には出場者がいないため、自分よりも軽い階級の選手と戦い、全国レベルの技術力があるか審査されます。小柄で動きの素早い選手を相手に的確なパンチを繰り出した今野さん。2年連続で全日本選手権出場を決めました。前回3位で終わってるので、スタミナ強化とやっぱ技術アップさせて、とにかく優勝だけ目指してやっていきたいなと思ってます。今野さんが自分らしく生きるために大切にしていることは何ですか？何かに一生懸命になるとか、何かに打ち込んで自信がつくと、自分に何もなかったのが自分がいる意味というか、存在している感じというか、それが見つかればすごく楽しくなるんじゃないかなと思ってます。